はい、始まりました。コスプレイヤーのエイトです。今回からですね、新しい企画をやっていこうと思ってます。その企画なんですけど、僕個人の好きなゲームや漫画、アニメなどを僕の独断と偏見を交えて紹介していきたいなっていう企画でございます。まあ好きなものを紹介したいっていう、ただもう本当に自己満足のような企画ですね。で、今回その第1回目ということで、その作品はプレイステーション4用ソフト、スクエアエニックスから発売されてるニーアオートマタっていう作品ですね。今回僕はですね、コスプレをしてて、ニーアオートマタの敵役のキャラクターを今コスプレしてます。こちら2017年の2月の13日に発売された悲しい系ストーリーのアクションRPG となってるんですけど、過去にニーアレプリカントが発売されて、その公式な続編となってるんですけど、内容的にほぼ別物です。ただ歴史としてつながってはいます。補足で、そのニーアレプリカントっていう作品は、さらに古いドラッグオンドラグーンっていうシリーズの派生続編のようなもので、今作と若干のつながりがあるんですけど、ただその話をしちゃうとかなり長い動画になっちゃうんで、その話はしません。で、この作品ニーアオートマタのコスプレ人口なんですけど、ぼちぼちいるけど、そんなにやってる人は多くないっていう現状ですね。それでは主要キャラを紹介していきたいと思います。まずこの1人目、このエロティックな格好をした人がヨルハ2号型、通称 2B です。ヨルハ部隊の一員で、基本剣で攻撃するんですけど、多種多様な武器で戦うことができます。そしてもう1人、少年っぽい彼がヨルハ9号 S 型、通称 9S です。ヨルハ部隊の一員で、彼も 2B ほどじゃないんですけど、複数の武器が使用可能です。ちなみにヨルハ部隊はみんなアンドロイドで、人間ではありません。で、彼女がヨルハ部隊司令官、その名の通りヨルハ部隊の偉い人ですね。でも彼女は特に活躍したりしないんで、覚えなくてもいいレベルです。そして A2、 クールビューティーで地上的な格好してるんですけど、ある時突然攻撃してくるキャラで、物語に深く関わりのある重要人物です。で、このイケメン2人組はアダムとイブって言います。まあまあ強くて、ちょっと謎の多いキャラクターたちですね。今僕がコスプレしてるこのキャラクターもアダムの方です。で、この赤毛の2人組はデポルとポポルって言います。このキャラの名前は前作のニーアレプリカントに出てくるデポルとポポルと名前が同じで、微妙に関係しているようでしていないような設定になっていて、前作をプレイしているファンにとってはすごく注目しがいのあるキャラクターだと思います。はい、次にエミール。この作品における僕の推しキャラです。なぜかというと、モザイクかかってて分かんないと思うんですけど、確実に前作ファンにはあのエミールだって分かるんで、知っている人には最高の嬉しいキャラクターですね。ドス黒い混沌としたバックグラウンドを持ってて、魅力的なキャラクターとなってます。そして前作をプレイした人にはかなり嬉しいイベントと BGM が用意されているので必見です。まあ、他にもキャラクターはいるんですけど、基本的に 2B と 9S が活躍するっていうゲームですね。じゃあ主なストーリーを簡単に説明したいと思います。かなり昔に機械生命体が地球に攻めてきて、人類が住めなくなっちゃったんですね。人類がもう一度住めるようにアンドロイドの部隊を作り上げたんです。その長きにわたる戦いの中、アダムとイブっていう謎の敵キャラが現れて、主人公たちは翻弄されて、様々な犠牲を払いつつ世界の秘密に関わっていくストーリーとなっています。フィールドは適度な広さがあって、グラフィックは FF ほどじゃないので見劣りはするんですけど、それを感じさせない音楽性と BGM がすごくいいゲームとなってます。戦闘に関しては迫力感と爽快感には欠けるんですけど、オープンフィールドでロード時間のイライラがなく、スムーズに戦闘が進められます。このゲームの良さといえば、やっぱりストーリーにあると思うんですよ。主要人物の個々の話がしっかりされていたり、終始暗い話ばっかりなんですけど、そのやるせなさが感動を呼んで、最後のエンディングに集約されていくっていう感じになってます。前作やってる人にとっては、エミールとデポルとポポルの話に関してはもう発狂ものですね。最高です。この作品はサブストーリーがたくさんあって、ミッション形式で受けることが可能です。機械生命体のことや人類やアンドロイドたちの詳しい実情などが知れたり、前作につながる世界の真相などが知ることができます。今ニコニコや YouTube とかでゲームのプレイしてる動画たくさん見れると思うんですけど、動画で見るだけでは味わえない感動をぜひ皆さんも味わっていただきたいです。実際プレイされてみてはいかがでしょうか。以上、エイト TV のエイトでした。チャオ。
love.